南関ズは、モールは、大阪府平方市にある、京阪ホールディングスの子会社、京阪流通システムズが運営する商業施設である。当時は、グループ内に百貨店がなかったため、天間橋駅ビル同様に、名古屋資本の百貨店松坂屋を承知して、百貨店とスーパーマーケット、専門店街という本格的なショッピングモールの先駆けとして開設され、話題を呼んだ。 その後、松坂屋の低迷による撤退と自社百貨店の森口での成功もあり、改築後は、京阪百貨店を中心としたショッピングモールとなっている。なお、大英グルメ式と泉屋も引き続きある。1972年4月に京阪本線葛葉駅前に、松坂屋と大英・泉屋の3店舗を核として、その他150店舗の専門店街と、 1> 約1200台が収容できる駐車場などを兼ね備えた日本では珍しい本格的なオープンモールと複数の店舗を持つ複合型ショッピングモールとして開設された SL の D51K51 号機を設置、保存し水上ステージも備えたオープンスペース、汽車の広場を中心にその周囲6方向に屋外モールの太陽のモール屋内モールの緑のモール 花のモール、大栄、泉屋が配置され、汽車の広場に隣接して、西洋風の修道も設けられた。また、南東の橋には、ボーリング場などを備えた、京ハンクズは会館も設けられていた。1972年のオープニングイベントでは、松田優作が出席していた。1974年に建築用協会の第15回 b c s 賞に選ばれている。その後、 老朽化が著しいことや、店舗の大型化を目指すことなどから2004年1月で、一旦閉鎖した。同年1月より南駐車場の一部に建設した仮設店舗で、クズはモールダッシュとして営業しながら新店舗の建設が行われた。グランドアトリウム2005年4月14日にオープンした新生クズは、モール街は、英語表記である、クズハモールと称されることになった。 オープン初日には、開店前から1000人以上の人が列を作るなど、賑わいを見せている。くずは、モールは、本館。旧、松坂屋くずは店を改装してリニューアルした西建。に、くずは、モールダッシュを改装したキッズ館からなる。各料品店、飲食店は、関西初出店のものを取り揃えたり、レストランゾーンは、開放感のある、アウトモールで、 新しい街づくり感覚で設計され、ダイニング ST と呼ばれる。これは、クズはモールの一つの特徴でもある。子供と若い世代から、ファミリー、中高年世代まで幅広く対応した新型モールである。駐車場は、各駐車場の立体化により、約2000台収容と旧、クズはモール街より拡大された。オープンに合わせて本館にも、 立体駐車場が新設されたほか、西駐車場も立体化された。また、南駐車場は、クズは、モールダッシュの建設に伴う南駐車場の敷地面積減少を補うために、クズは、モールダッシュのオープンの段階で、部分的に立体化されていた。3000広場に展示されている、京阪3505号車、第2期開発として、2012年夏、着工。 2014年春完成で西館とキッズ館の建て替えが行われ、2014年3月12日にグランドオープンした。この建て替えにより、西館の跡地には本館が増築され、キッズ館、クズはコートの跡地と南駐車場の部分には南館が建設された、そう化された。営業面積は5万平米から7万2000平米へ増床され、ファッションインテリア、 雑貨等の店舗を増やし、エンターテインメント施設や住居関連商品の店舗が新たに誘致された。また、駐車場の収容台数も約2000台から約3000台へ増やされた。このリニューアルに伴い、本館基存部には緑のモール、本館増殖部には花のモール、南館には光のモールの愛称が付けられた。これは初代、クズは、 モール街のモール名を引き継いだものである。また、初代、クズは、モール街のシンボルだった、鐘の塔に設置され、鳴らされていた鐘の音が、実物からの録音をデジタル処理した時報として、毎日12時、15時、18時の3回、季節ごとに変化させて、全館で流される。この時報と回転、閉店時の BGM の制作は、向谷やが担当した。 南館、光のモールには、京阪ミュージアムゾーン3000広場が設けられ、京阪急3000系がデジタル動体保存された。予約で運転体験もできる。他にも8000系を模した特急車両型と一般車両型の鉄道シミュレーターを設置したり、京阪電鉄の歴史資料等が展示されている。なお、この建て替えのため、 西立は2012年6月30日で、キッズ館、クズは、コートは2012年8月31日で営業を終了した。また、南駐車場も2012年8月31日で閉鎖され、工事期間中は駐車台数は約1500台に減少していた。東方シネマズクズは、モールは、上期2014年のリニューアルと同時に、 本施設南館3階に開館したシネマコンプレックス東方シネマ図である10スクリーンを備え西日本で初めて TCX ドルビーアトモスを導入したありがとうございます